画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。皆さん、新マップ楽しんでますか？背景ね、ちなみにここ新マップモールの動画を流しておくので、皆さんがね、まあ、ぜひとも楽しんでいるというようであれば高評価の方よろしくお願いいたします。やばいな、なんか軒並み高評価低くなりそうだけど、まあ個人的にはこのマップ結構好きというか嫌いじゃないんですよね、正直。まあマップ全体は大きめになっているんですけれども、結構まあ接敵距離は近いというか、まあ小さいマップが2つ3つあるみたいなイメージかな。ただまあ投票とかだと選ばれることなんか少ないよね。まあとりあえず、今回はこちらのマップ、新マップについての話題ですね。まあ現在の BOCW に関してなんですけれども、一応ね、既存で遊べる6対6のマップが少ないというふうに、まあ日本でももちろん海外でも、言われております。一応シーズン1でね、ニュークタウン、そしてレイドが追加されたわけなんですけれども、まあ現段階で BOCW、 まあ新マップ、リメイクマップとして追加される新マップほぼ確定だろうと言われているのがこちらの4つのマップですね。まあこれ発売前から言われていたんですけれども、ファイアリングレンジ、ジャングル、サミット、そして BO2 だよね。 BO1 にはなかったよね、このマップ。ちょっと忘れちゃったんだけど、まあ左上のね、スラムになっております。まあこちらの4つはシーズンを重ねるごとにね、まあおそらく1つずつあるいは2つずつぐらいで追加されるんじゃないかという話にはなっています。ただまあとはいえ、新マップもうすでに欲しい方多いんじゃないかなというふうに思います。僕自身も正直 BOCW やってて、一番物足りないなっていうふうに思うところ、マップだなっていうことに最近気づきました。うん、明らかにやっぱりマップが少ないですね。まあシンプルに数で比較すると、前作 BO4 ですね、トライアクが担当した前作 BO4 が発売時の段階で確かトータルデフォルトで14マップだったはずなんですけれども、今作は、シーズン1、今はシーズン1ですけども、シーズン1が始まった段階で、まあ、6対6のマップがトータル11マップといった形になっております。まあ、もちろんこのね、数の少なさっていう点に関しては、まあ、今年のコロナ禍がかなり影響している、まあ、開発に影響しているというふうに僕自身も何度も動画では言っているし、まあ、まさにその通りだろうなというふうに思うので、まあ、しょうがない部分ではあるんですが、ただとはいえね、まあ、そろそろマップ飽きてきたっていう方正直多いんじゃないかなというふうに思います。なので、まあそんな皆さんの気持ちを少しでも上げられるようにね、今回はちょっとまあ追加されるであろう新マップについて、まあ予想だったりだとか、今現時点でリークされている情報っていうのを話していこうかなというふうに思います。まあまずですね、今作 BOCW なんですけれども、おそらく BO1 あるいは BO2 からのマップリメイクっていうのが主だった形になるんじゃないかなというふうに思います。主だった形に、まあまず BO3 はブーストゲーなんで、マップの構造上どうしても無理が出てきてしまうし、 BO4 に関してもまあスペシャリストありきので、かつかなりスピーディーな地上戦だったので、そういう意味でマップの構造がまあできないことはないと思うんですけれども、少し合わないのかなという気はしますし、何よりもやっぱり、今作 BOCW に関してはブラックオプスリスペクトということなんで、まあ、ストーリーキャンペーンモードからしても分かると思うんですけれども、発売前のコンセプトがなんか己を知れだったか歴史を知れだったかみたいな、そんな感じのもありましたけど、まあとにかく BO1、BO2 からおそらく、まあ、メインで、マップがリメイクされるんじゃないかなというふうに思っています。でその中で今ね、このマップリメイクされるんじゃないかというふうに、まあ、リーク、半分リーク噂になっているのがデデンと、こちら BO1 のマップですね、ラディエーションっていうマップになっています。このね、なんかマップ名っていうのがどうやらファイルで見つかったか見つかってないかみたいな話になっていて、まあリメイクで来るんじゃないかというふうにかなり噂になっています。でまあ個人的に可能性考えてみたんですけども、十分あり得る話かなというふうに思います。マップ自体の構造も3レーン構成ですし、まあかなりシンプル、比較的中近距離ぐらいの接敵距離になるマップだったと思うので、まあ個人的には出てくれたら全然楽しみなマップなのかなというふうには思います。そしてまあもう一つ言われているというか、これは僕自身の完全な予想になってしまうんですけれども、こちらのロケット発射場ローンチですね、こちらもおそらく追加されるんじゃないかなというふうに思います。まあ BO4 でも追加されましたし、まあマップのね、まあ、構造というか時代背景みたいなところがかなり BOCW とマッチするのかなという気がするので、個人的には追加されるのであればかなり可能性は高いんじゃないかなというふうに思っています。ということで、まあ僕の予想、そしてリーク情報によると、まあおそらく BO1、BO2 からは、まあこのあたりの6つのマップっていうのがかなり、まあ登場する可能性、確率は高いんじゃないかなというふうに思います。まあどうですかね皆さん、このマップ、僕は全体的に好きなマップが多いので、まあ文句はないかなというふうに思います。ただ本当にできれば早く追加してほしい。まあ先ほどもね、説明した通り、現段階シーズン1が始まった段階ですでにね、もうリリース時の BO4 に比べてマップ数が3つから4つ少ないといった形になってしまっている BOCW ですので、まあシーズン2までおそらく約あと1ヶ月半約2ヶ月ぐらいから、まあ50日ぐらいあると思います。なので、まあそのシーズンの途中でもいいので、
個人的にやっぱマップの追加欲しいなって正直思っちゃいますね。まあストライカーだったりだとか、あと脇差し、スレッジハンマーはもう追加されちゃったけど、脇差しはまだ正規追加まだだよね、おそらく。うん、まあこの辺の新武器が追加されるタイミング、特にストライカーが追加されるタイミングでちょっと新マップ正直もう一つ欲しいなってぶっちゃけ思っちゃいますね。まあスラムがね、今作まあ BOCW でもリメイクされたわけなんですけれども、これあのオリジナルのやったことある人だったらわかると思うんですけど、ほとんど変わってないんですよね。もうまんまリメイクって感じ。まあ今までのコールオブデューティーシリーズのマップリメイクって、まあ何かしらこう工夫を加えているというか、まあ時代背景に合わせて、まあステージ、マップの構造自体は同じだけど見た目だったりだとか、まあ若干大きさを変えたりっていうのが普通だったんですよね。ただまあ今回シーズン1で登場したレイドに関しては、本当にまあマップの見た目、そしてまあ広さ、構造、すべてがまあまんまだったんですよ。なんで正直そういうところからもうやっぱり開発の時間が間に合ってないのかなっていう気はするんですよね。なんでまあ個人的にはリメイクのマップまんまでいいと思ってます。うん、まあ、BOCW の時代背景に合わせてこうマップをねちょっと変えたりだとか、まあ、外見おしゃれにしたりとかって多分やりたいんだろうけど、ちょっとそれを待っててられないかなっていう気が個人的にはしますね。うん、あのそれをしてくるぐらいだったらそのまんまでいいから、本当にまあそのまんまリメイクでいいからもう追加してほしいかなってちょっと正直思っちゃいますね。まあ冒頭で紹介した4つの旧作マップに関しては発売前からもう話題になっていたことで、しかもまあ BOCW を発表する上で特にサミットなんかは BO4 でなんか謎解きの一部になったりだとかで、まあもうほぼほぼ使われるだろうみたいな空気になっている中で、まだシーズン1でも追加されないっていうことなんで、おそらくはまあそういったリメイクマップの外見だったりだとか、まあ、若干広さを変えたりだとかっていうのでちょっと手こずってるのかなっていう気がするので、もうまんまでいいから、まんまでいいからとにかく新マップくれってちょっと個人的には思いますね。皆さんはどうでしょうかね。まあもちろん BO4 だったりだとか、それこそ BO1、BO2、BO3 の頃と違って、今もうコールオブデューティーって6対6だけじゃないんですよね。まあダーティーボムだったっけ、ルールの名前。ああいった大人数対戦のモードだったりだとか、まあ11対11ぐらいのモードだったりとか、まあそれ用のマップも開発しているので、まあそれを合わせたら、まあ従来の14ぐらい行くよっていう話だとは思うんですけど、多分とはいえね、やっぱりコールオブデューティーって6対6じゃない。もちろんそういった大人数対戦のモードが大好きでそっちをメインで遊んでるっていう方もいるとは思うんですけど、ただとはいえ競技シーンも結局6対6だし、多分メインで遊んでる人が多いのって結局6対6だとやっぱり思うんですよ。なのでまあシーズン1の途中でも追加してほしいですし、それが無理だったとしてもシーズン2でね、もうどしどしもうちょっとすごい勢いで6対6のマップ追加してくれたなーって、本当リメイクそのまんまでもいいんでっていう風に個人的には思いますね。ということで、まあ、ちなみに BO2 のマップの一覧を最後に見てみましょうか。こちらになっております。ジャカジャンと。いや、魅力的なマップ多いですよね。まあ、本当にそのまんまリメイクしても、まあ、BOCW の時代背景的にも何ら違和感がないマップ、BO2 非常に多いと思うので、マジで個人的にはそのまんまリメイクしてほしいっすね。もうピネガキで伝説になってエクスプレスとかさ、まあ、ハイジャックももちろんそうだし、スタンドオフなんかももう、モバイル版でも大人気のマップになってるし、あとキャリアだっけ？あの、船の上のマップ。SR 使う人からしたらこのマップなんかがリメイクされたら相当楽しみだろうなというふうにも思うし、メルトダウンあたりなんかもそのままリメイクしても十分通用するようなマップだとも思います。まあとにかくやっぱりで、しかもあれですからね、ここに BO2 の頃は確かダウンロードコンテンツ3段階やって、まあ、各4つ新マップが追加されてるんで、トータルで12個追加されてるんですよ。なんで、まあ、5、5、4で12で、トータル26個かになってるんですよね。まあほんと先ほども言った通り、もう今作のコールオブデューティーに限らず MW の頃からそうですけれども、 2V2 があったり大人数対戦モードがあったりで、そういったね、まあ、人数に合わせた別のマップっていうのを開発しなきゃいけないっていうのは、まあ、理解は本当にできるんですけど、ただとはいえやっぱ6対6でしょって思うんですよねいやマジでなんか今後さ、まあ、次回作、来年もコールオブデューティーどうせ新作出るんですけど、まあ、それに関してもマップはやっぱ6対6ね、20個ぐらいも発売の時から欲しいよねって思わん皆さんどう思いますかね。もちろん手元にねデータがあるわけではないのでわからないですけど、結局一番メインで遊ばれてるのって6対6だと思うし、やっぱりみんな、あ、なんだろう、武器のレベル上げしかり、経験値上げしかり、やっぱ一番遊ぶの6対6だと思うんですよ。で、海外でもまあそのウォーゾーンとの併合があったせいで、今作はちょっといろいろなんかマルチにとっては良くない問題も起きてるよねっていう風に言われているので、まあ、次回作に関しては、まあ、ウォーゾーンがねどうなるかわからないですし、無料版のコールオブデューティーっていうのはすごく魅力的ですし、そこに世界観をつなげるっていうのは、まあ、大事なことだと思うんですけど、んー、それもいいけど6対6のマップもくれよっていうか次回作はね、もう発売の段階でやっぱもうちょっと6対6のマップがあったらいいのかなというふうに思いますし、 BOCW に関しても今後6対6のマップが追加されることが非常に楽しみだなというふうに思います。皆さんはいかがですかね。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。これつなでした。お疲れ様です。おーつーぽん。